スマイル MFT チャンネルへようこそ。今日は鼻呼吸になれば虫歯、歯並び、口内炎などお口の中のあらゆる問題を一挙解決できるトレーニングをご紹介します。皆さんやお子さんは口呼吸ですか、それとも鼻呼吸ですか。例えばいつもお口が開いているとか、口の中が乾燥してネバネバしている、マスクをしていると口臭が気になる、食べるときにくちゃくちゃ音が鳴る、虫歯になりやすい、歯並びが悪い、口内炎がよくできる、これらの症状が一つでも当てはまる人は口呼吸になっています。口呼吸から鼻呼吸にすることで唇を閉じる力を養うことができる。そして口の中が潤って歯周病や歯肉炎、虫歯になりにくくなる、免疫力も上がって、たくさんの効果が期待できます。では問題です。いいですか、お口を今からあーんって開けてもらって、あーのまま息をって吸ってみてください。せーの、どうですか、鼻からも口からも息が入りませんでしたか。次に、では口を閉じて息をしてみてください。せーの、ほら鼻からしか息が入らないですよね。ということは口呼吸にしない一番簡単な方法、それはもう分かってますね。そうです、唇を閉じることです。自然に口が閉じられる、この唇の筋肉のバランスが整っていれば勝手に鼻呼吸になるってことです。まずは唇の筋肉のバランスチェックです。自分でチェックするときは鏡を用意してください。もしくは歯磨きのついでに洗面所とかでもね、いいです。ではあーのお口にしてみてください。このとき上の前歯と下の前歯が見えていますか。あーってしたときに、例えば両方見えていない人、もしくはあー片方の歯しか見えてない人、大変です。唇のカーバランスが整ってない可能性があります。正しいあのお口は前歯も上の前歯も下の前歯も見えるんです。本当にってなってますよね。でも安心してください。お口の周りの筋肉のバランスを整えるスマイル MFT トレーニングの中から、今日は唇のトレーニング、唇のね、筋肉のバランスを整えるトレーニングを一つご紹介していきます。お家で簡単、大人も子供も今すぐできる唇のトレーニング、ボタンプルを今からご紹介します。はい、少し大きめのボタンですね。だいたい3センチぐらいのものを用意してもらって、あとタコ糸のようなね、紐があればご用意いただいて、だいたい30センチから40センチぐらい、はい、あれば簡単にもうたった2つでね、作っていただけます。はい、これをですね、ボタンのこの穴の中にね、通してもらって、で、こんな感じで絞ってもらいます。それを前歯と、いいですか？唇の間に入れます。で、入れたまんま、もしくは引っ張ってもらうんですね。入れて、お口の中に入れてね、引っ張ってもらいます。ちょっと喋るから入れれないですけどね。いいですか？で、引っ張ってもらいます。上に引っ張ったら、下に引っ張ったりすらんように、まっすぐ均等に引っ張るようにしてください。それ以外は引っ張らないときはずっと加えていて、もし唇の力が弱かったらポロンって外れたりとか、お口が開いたりしたらね、こうなんていうか取れてしまったりするので、なのでお口の中にずっと入れとくってことになります。で、引っ張るときの注意点です。これはね、歯よりも中に入れちゃダメです。歯抜けますよ。いいですか？だから歯よりも中に入れないで、歯と唇の間に入れるようにしてくださいね。で、どんな時にやったらいいかっていうことなんですけど、それは宿題してる時、あとはゲームしてる時で、テレビを見たりとかしてる時にやってもらったらいいと思います。で、お子さん一人だけやるんじゃなくって、お母さんも筋力アップっていうかね、綺麗なバランス作ったら顔の表情筋も綺麗になりますから、お母さんも一緒にね、やってもらうことっていうのが大事なポイントになってきます。もしもトレーニングしないで口呼吸のままだとどうなると思いますか。呼吸は生まれてから死ぬまでひとときも休むことなくしなければいけません。
その1日の呼吸回数はなんと2万回ですよ。2万回とも言われてるんです。それだけ口で呼吸してしまうと免疫力が下がって病気になりやすくなりますよね。ほらね、だから長生きできなくなるんですよ。皆さんは知っていましたか？私たち人間も含めて哺乳類の中で口呼吸をするのは人間だけだってこと。知らなかったですか？私も知らなかったんですね。馬とか犬とかは全力疾走で走ったとしても、はぁ、あ、はぁはぁはぁって言ってこう吐くだけなんですけど、人間だけがおしゃべりすることを覚えてしまったので、なのでその機能を獲得したことによって、って吸うことも、口で息をするっていうこともできるようになりました。でも、本来の体の使い方、それは、口は食べるところ、そしてお話しするところ、あと鼻は息するところなんです。これが人間本来の体の使い方なんです。未来ある子供たちが、一生笑顔で元気に暮らせるようにトレーニングしていきましょう。以上、今日は新しいアイテムを使ってくまみのスマイル MFT チャンネルでした。次回もお楽しみに。